アレックス・バプティストは、イングランド・ノッティンガムシャー、シューサットンイコール・インイコール・アッシュ出身のプロサッカー選手。ポジションは DF。出身地にほど近い、マンスフィールド・タウン・ FC のユースチームでプレーを始めた。元々のポジションは、セントラルミッド・フィールダーだったが、ディフェンダーに、コンバートされた。2003年4月16日のバーンズリー・ FC で、トップチームデビュー。 2003年12月12日、ノンリーグのタムワース FC に1ヶ月の短期レンタルで加入。1月12日にマンスフィールドに復帰し、2月7日に今度はバートン・アルビオン FC にレンタル移籍。2003 0 4シーズン以降、センターバックのレギュラーを獲得。2007年夏、新たに3年契約を結んだ。2007から08シーズン終了後、 クラブのノンリーグに降格に伴い、トランスファーリークエストを提出した。2008年7月1日、チャンピオンシップのブラックプール FC に移籍。2010年1月20日、クラブとの契約を2013年6月まで延長。2013年6月30日、チャンピオンシップのボルトンワンダラーズ FC にフリーで加入、3年契約にサインした。 2015年7月6日、ミドルズブラ FC に移籍。2016年3月1日、シェフィールドユナイテッド FC に、レンタル移籍。2016年8月31日、プレストンノースエンド FC に、レンタル移籍。ミドルズブラとの契約解除後、2017年8月7日に、クイーンズパークレンジャーズ FC に加入。2019年8月、 ドンカスター・ローバーズ FC と一年契約を結んだユースプロ、ありがとうございます。